芝城は、現在の岩手県森岡市中、大田、下大田にあった、日本の古代城作。名称は、芝城とも、国の史跡に指定されている。現在は、森岡市によって、芝城古代公園として整備され、外閣南門築地米、成長の南、西、東それぞれの門、漢画建物などが復元されている。一時は、陳樹府将軍がいまする。 真珠府が置かれていた可能性がある。芝城は平安時代初期、聖衣大将軍、坂の上の田村麻呂が造営した古代城作。伊沢地方において、江戸の主張を当てる意を降伏させた。翌年の延暦22年に北上川と雫石川合流地近くに造営された。これにより、朝廷は律令制の支配を北上川北部にまで及ぼすことが可能となった。 芝城は、道の区国最北の城作であり、その平面規模は、最大級であり、事実上は、朝廷の分部支配が及ぶ、最前線基地としての機能を担ったと考えられる。征夷大将軍の坂の上の田村麻呂は、延暦21年に、伊沢城を、延暦22年に、芝城を築いたが、追記と同時か数年後に、陳樹府は、伊沢に移転した。正確にいつかは不明である。 伊沢の前に芝に置かれた時期があったかもしれないとも言われる。外角は840メートル四方の築地米と928メートル四方の土類を伴う海外港によって二重に区画されている。外角築地米南辺中央には5県1個の外角南門が、また築地米をまたぐように矢倉が約60メートル間隔で設置されている。角内には 中央やや南寄りに百5 0メートル四方を築地米で囲み、正殿、東西脇殿など14棟の掘った手柱建物跡が配置されている成長。その周囲に、観外機、外角内側一丁幅で、弊社や工房としての機能を持つ縦穴住居群が1200から2000棟ほど配置されていたと考えられる。外角難問から成長難問には、 幅約18メートルの南王子で連結されていた。閣内北部には消火栓を取り込む構造だったと考えられている。物資の運搬等に運河として使われた可能性も指摘されている。芝城は雫石川氾濫による水害のため北辺部分を失っており、後に南へ下った現在の岩手県芝郡や浜町、徳田の地に 特誕城が造営されることで、その機能を移転し、約10年で役割を終えた。現在でも、芝城の北辺部には、水害の影響で形成されたと思われる段差が残る。昭和51から52年に、東北自動車道建設に伴う岩手県、教育委員会の発掘調査中に、築地米や大溝、縦穴式住居跡が発見され、その後の範囲確認調査の成果を受け、 1984年に芝城跡として国の史跡に指定された。日本紀略延暦22年城所見の芝城の所在地は諸説あり、長らく不明であったが、大田、片八丁という地名が八丁四方の外閣を持つ城郭の姿と一致したため、有力な確定根拠の一つとなった。1991年から森岡市によって外角難問と築地米が、 古代の技術に習って復元され、芝城古代公園として芝城石愛護協会により管理運営がなされている。現在では外郭南辺のほか、成長管外機も復元整備されている。復元された管型建物は解説ビデオなどを鑑賞できる展示室として整備されている。旧岩手郡内に所在する芝城が古代芝郡の名を冠するのは造営当時まだ、 岩手軍が県軍されていなかったためである。北上川流域の奥六軍は、はじめ岩井軍、芝軍までを指したが、後に岩井軍が国府多賀城の直接管理を受けることになると、新たに生まれた岩手軍を含めた六軍となり、府州町、安倍氏により収められた。市派の表記、芝、芝、芝は、いずれも古代文明に由来し、道元であると考えられるが、 当該上跡を指す場合、日本気略での表記である芝が定着している。それに対し、芝は中世の芝市に関わる事象を表し、芝は現在の芝群での使用が一般的である。なお、芝は現在特に岩手県芝群芝町を植え、平沢水分周辺の通称として教育的に用いられ、芝蝶などの表現が残されている。 これは、同地区が南部八の藩の飛び地であったことに由来する。また、日本最北の縁離式内社、しがり分け神社に由来するとの説もあり、当時として、朝廷の支配力が及ぶ最も遠方の地域を示していたと考えられる。芝上石マイナス国指定文化財等データベース。ありがとうございます。